プを使います。今日はハートの2を1枚持ってきました。このトランプのマークにご注目ください。えい、おまじないをかけるとなんと、あら、あらあらあら、マークが取れちゃいました。さあ、取れたマークはよく揉みます。そしてふっと息をかけてみましょう。そうすると、なんとトランプのマークがこんなにいっぱい増えちゃいました。大成功というマジックです。これ自宅にあるもので簡単に作れて楽しめますので、ここからは解説してみたいと思います。まず用意しなきゃいけないのはもちろんトランプですね。今日はハートの2にしましたが、まあ、ハートのエースでもハートの4でも3でも何でもいいです。まあ、ダイヤでもいいんですけど、で、ここどうやって取ったの？取り方はとっても簡単なんです。砂消し、これを使いました。もしご自宅に砂消しがないという方は、台所にありますか、スチールウールたわし、こちらです。これでマークのところをあんまりこうゴシゴシせず、こう円を描くように、力が均等に入るようにこするとこんな風にインクが削り取れるって言ったらいいですかね、取れるんです。ちなみにこれ100円ショップなどで売っているトランプなんで、でも削り取れます。で、削り取ってしまいましたの で、もう一個ここに貼り付けるためのハートをどうするの、要はハサミで切ったわけではありませんので、消しゴムのカスみたいに取れちゃいますから、なっちゃいますから、これ作んなきゃいけないんですね。これは、はい、別のトランプから1枚ハートを切り取って拝借しました。あとはこの裏面にちょっと仮止め貼って剥がせる糊、まあ貼って剥がせる糊じゃなくてもいいんですけど、軽くちょんちょんと裏面につけたら、スティック糊などでつけたら、削り取ったハートのところに貼ります。こんな感じですよ。遠くから見たら分かりませんよね。削り取った後にさらに切り取ったハートがここについてるなんて誰も思いません。で、魔法のおまじないでこう取ってから増やさなきゃいけないので、増やすハートは見えるかな、これです。増えるとハート型に切り取る、いっぱい作るなんですが、もしご自宅にフェルトがないという方は、例えば折り紙などでハート型に切ってもいいですよね。もしいっぱいハート型を作るのめんどくさいなーなら、できればこれには時間をかけてハート型いっぱい作ってほしいんですけど、1枚大きいハートを作って、大きくなっちゃったハート取ったハートが大きくなっちゃったでもいいと思います。でその場合はハート大きく切り取ってパッて広げた時に、大きなハートになっちゃったというふうに見せられれば OK だと思うんですけど、でやり方なんですが、これを作ったら元の位置に貼り付けましたら、手の中に大きくなるハートでも小さいハートいっぱいでもこう握っておかなくてはなりませんので、じゃあ小さいハートをいっぱいだったとします。手の中に握りましょう。見えないように、外から見えないようにしっかり握ってください。で手順はさっきと一緒で、まずトランプを見せてマークを見ててください。えい、おまじないをかけるとマークが
取れちゃって手を手の中に入ってるマークに向かってさらにおまじないをかけるとじゃじゃーん、ハートがいっぱいに増えましたというこんな感じですかね。どうでしょう皆さん、自宅待機が続くご自宅でも簡単にできて、そして楽しめる工作マジックでした。ぜひ作ってやってみてください。今日はここまで。